はい、こんにちは、皆さん。今回ですけども、今回は、誰しも見たことがある、アーケードをやった人なら絶対見たことがある、この黒点についてちょっと細かな話をしていきたいと思います。この黒点ですね、まあ何かと存じますと、まあいいや。これを押すとね、こんなんが出てくるんですよ。これじゃストレッチです。ストレッチはもうそのまま何でもどこにでも向けるよ。反対に何でもできるよ。自由だよっていうのがストレッチで。じゃあ次何やつ。こいつ移動ですね。これはもうすべてどこを押しても出てくるんですけど、まあ移動って言ったら、その部材の全体、どこをタッチしても、こうやってもう移動してくれるんですよね。で、あとはこいつ回転ですね。このどこかしら基準に、ここじゃなくてもこの角でもいいですし、基準に置いて、そこから基準の線を一本引きます。そして自由に回転、こんな感じでやっていきます。で、このミラー何かって言ったら、これもなんかもう似たような感じでゴリンゴリンゴリンってできるのがミラーです。おいしょ。そして次ですね、次はこのコード変更。コード変更は正直あんま使わないんですけど、とりあえず一旦500でやってみたら、 3D で見たらね、なんか、こんな感じになるんですよ。ちょっとこれじゃ分からん。こうです。浮いてくれるんですよ。でも、これに限っては別にあんまいらんなと僕思ってて、正直こうやって、こうやってすれば、自由に移動できますし、なんなら、この図面から、ここに500って打ち込めば、さっきと同じようにできるんで、わざわざなんか、ここを押して、数字打ってまでするほどのことではないと思います。なので僕はあんま使わないです。で、あと一個ですが、これは、レンズコピーです。ですね。これもなんか、増加と展開、増加展開分配でないやこいつらって思うかもしれないですけど、まあこいつらいろいろあって、多分いじれば全部わかるので、今回はちょっと飛ばしたいと思います。で、この黒点は、あ、こんなもんか。わかったと思うんですけど、だいたい、一旦ちょっとストレッチでやっておきますね。で、他のね、この、ここを押した場合、角を押した場合、この長辺を押した場合、青線上を押した場合、全部違うんですよ。わかりますかね。まず、ここと、この角を押した場合は、もう先ほど説明したのと同じなんで、まあ置いておきますね。で、次です。この長辺の方です。押したらなんかこいつら出てくるんですけど、こいつらマジで僕どこで使うのかわかんないんですけど、なんかね、形が変でこなるんですよね。見てください。このなんか三角形とか作り出すんですよ。別にこれやったら、この形が立てたいんやったら重宝するかもしれません。で、逆にこいつは、こんな感じやったところからビョーンって言うたら、これもちょっと、まあ台形ですね、こいつは。を作ってくれる。まあそんなツールです。まあ基本的に僕は使わないです。で、まあ、それより自由なのがこの青色のやつで、青色をクリックしたら、こういうのが出てきます。で、こいつって何ぞやってなったら、新規頂点を挿入ってあるじゃないですか。じゃあ、今黒点2個やったのが、3つ目、出来上がってるんですよ。じゃあ、ここで何ができるか、もう先ほどと同じようなやつですね。あ、こいつちょっとやってなかったかな。この墨切りって、この角があるもの、スラバもそうなんですけど、角があるところ、墨切りっていうのが選択が出てきまして、墨切りをしますと、今も、そのままでやりますね。こんな感じで、丸くしてくれるんですよね。あー、なんか可愛いなってなるんですけど、まあ、今回ちょっと邪魔なんで置いときます。まあ、墨切りはそういうやつで、オフセットっていうのは、簡単な家のを作ってみようか。でもやったんですけど、まあ、今回の場合はなんかこんな感じでビュンビュン行くんで、基本的に使わないです。こんな感じで、この青線を押せば、これ新規頂点できたり、こいつの場合は辺を湾曲してくれたり、あるいはこいつでちょっとまた違う感じで、できたりと。で、こいつの場合、円弧に新規頂点を挿入。今、円弧をちょっとやったんで、それぞれちょっと結構いろいろ増えてくるんで説明しきれないんですけど、とりあえず一旦これもう一回やりますね。で、あとはこいつとこいつだけなんで、ここの説明は一旦終わりです。で、スラブですね。今、バーンと置いちゃってますけど、
こいつをじゃあどうする、こいつをきれいに配置したい、こうしたいってなった時に、その場合頂点を移動をします。こいつとこいつの違いは、こいつは今触っているクノ点が移動します。こいつは今触っている部材全部が動きます。なんとなく違いわかりましたか。こいつやったら頂点だけが、こんな感じで動きます。でですね、こいつはもう今やりましたね。で、こいつもさっきやった通りです、墨切りで丸くできます。で、こいつね、ポリゴンに追加これをして、こんな感じで、こいつプラスどんどん、ちょっとリプレイを、こっからこうできるわけです。もう一回やりますね。こっから今こうしたらこの分増えるところですよ。まあ便利っちゃ便利ですけど、僕はあんま使わないです。まあこんなことができるよっていうのと、逆にポリゴンから消去なんで、その分消える。まあ、そんなツールでございます。まあ、こいつらはこんなんでよくってですね、黒点はね。で、ごめんなさい。こいつは変わらん。ここですね、またここを押したら、さっきみたいにこいつらが出てくるんですよね。まあ、こいつとこいつとこいつはさっきやったんでわかると思うんですけど、まあ、辺をオフセットなんで、こいつらもちょっとわかりますよね。それぞれの辺をぴょん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 って伸ばせるよって、こんな感じもできるよって。まあ、便利っちゃ便利ですよね。っていうのと、あとは変なカスタム設定言われてないんでやっていきましょう。例えばですね、この今、スラブですね、ちょっと見てみましょう。あ、さっきのが綺麗になってるよ。今こいつって垂直なんですよ。垂直にブツっていってるんですけど、これを使うと、まあこれ別に正直いらんよな。この辺だけの編集っていうのはここではできないんですよね。基本的に僕全部ここでできると思ってるんですけど、さっきのもほらあったじゃないですか。こいつこの辺の角度だって別に変えれるし、基本的に何でもできると思ってるんですけど、てかできるんですよ基本的に。けどおそらく選択した輪郭辺と、こことここをいじりたい場合ですね、全体があって、こことここの辺だけちょっと内側にグイってしたい、そういう時はここを押して、これを使って、クリックした辺で、まあこれはまあいいとして、これで、ここだけ90度とか、にすると、こんな感じで。で、こいつ90度なんですけど、こいつは、60度グイッと入ってますよね。まあ、こんな感じで一部だけやりたいときは、こいつは結構重宝するんじゃないかなと思います。ってな感じでね、こいつは、ほんまに使いこなせばもうめちゃくちゃ便利です。めっちゃ関西弁やけどめっちゃ便利です。この黒点で あったり、この黒点じゃなくて辺であったり、壁もしっかりです。まあ、他のやつもあったりするんですけど、まあ、それはまた自分でちょっといじりながらやっていただければなと思います。てな感じで今回はこのグルテン編。なんか触るところでいろいろ違うけど、こいつらの使い勝手はこんな感じだよ。こいつらはこんなことができるよっていう紹介でした。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。We'll be right back.